はい、久保です。Python 言語の先進的プログラミングの、5回かな。で、今日は JSON をやろうと思います。で、JSON は、JavaScript Object Notation の略で、まあ、JavaScript とは最近はまあ関係ないんだけど、ただのテキストベースの、まあ、データのフォーマットです。で、データを、まあ、違うプログラミング言語とかね、ウェブ上で渡したりするときは非常に便利で、まあ、ほぼほぼデファクトになっていると。で、サンプルを作る便利なページがあって、これですね、jsongenerator.com っていうのがあって、ここに行って、まあ、適当にこれちょん切って、ジェネレートってやると、まあ、例が出てきます。こういう例を使ってちょっと加工してやってみましょう。で、まあ、JSON とか言うんだけど、ただの文字列です。こういうね、文字列を、JSON と言います。で、ただし、フォーマットが決まっていて、基本はこの波括弧で辞書になってます。これがキーで、コロンがあって、これが値。で、この場合、値には、この括弧なんで、リストが入ってます。で、こういうのを作って、まあ、JSON っていう、パッケージを、インポートして、ローズっていう関数を使うと、この文字列を、Python 側に、マッピングしてくれます。変換してくれます。で、どういうふうに対応付けになってるかっていうのは、まあ、マニュアル見ればいいんだけど、基本はこれ全体は、辞書ですね。この波括弧で表されるので、JSON オブジェクト自身は、辞書になる。このアレイですね。この配列になってるのはリストに変換されます。で、true は、JSON では小文字で書くんですけど、それは Python だと大文字の true に変換される。で、null ってどっかにあるんだけど、これかな？ null。ヌルというのは、ノンに変換されます。で、基本は辞書で、キーと値のペアをこうやって入れていくという感じです。で、リストも使える。これはフレンズはリストになってるですね。で、読むときは、JSON ローズで、今の上のこの文字列を読んでくると、このように、これ自身は、ただの辞書です。ね、辞書で、これリストになってると。で、カスタマーズっていうのがキーで、顧客のリストが値になったり、まあ、1個の大きな辞書ですね。したがって、カスタマーズってやると、データのカスタマーズってやると辞書の、こっちの値が入ってくるので、カスタマー2つかな、インデックス0、インデックス1があるので、そのリストの、1個1個を出してくれる。で、それの名前、ネームっていうのを見ると、これですね、リサ・ハンセンっていうのと、ワイズ・グリーン、これランダムに作られたのが、こうやってプリントされます。まあ、こうやって使っていくわけですけど、これループ回しながら、この電話番号っていらないと思ったら、取っちゃいましょう。で、取ったデータはどうなるのっていうと、デルでやると、辞書のその対応する、キーのやつが取れるので、E メールとかあるんだけど、フォームっていうのはなくなってると思います。で、このなくなったこの辞書ですね、この辞書、Python の辞書をまた再びそのテキストファイルに戻したいというときは、JSON Dumps とやります。テキストにやるときはこの S つけます。で、今、この、辞書自身はデータってところに入ってたので、データをダンプすればいい。それはテキストになって、テキストを見ると、このようになる。本当はこんなふうにならなくて、もっとぐちゃっとなっちゃうんだけど、これをつけます。インデントイコアルといくつ。ちゃんとインデントつけて見やすくしてねってやると、こういう文字列として出てきて、フォンがないということがわかります。これ自身はただのテキストファイルなので、ウェブ上で渡したり、違うプログラミング言語に渡すことが可能になるわけです。で、今作ったテキストファイルを、まあ、普通にファイルに保存します。JSON テキストっていうのを、カスタマードット JSON というテキストに保存します。で、保存されたデータを、見てみると、こんなふうになっている。ルートでカスタマーズで、これを展開するとインデックス0っていうのと1と、フレンズは3ついたのでまた展開して、まあ、こういうような階層的な構造として、これ Jupyter Notebook なんですけど、そこで、見ることができます。もともとは単なるテキストファイルです。これが保存された状態で、このファイルを読み込んで、
Python の中のその辞書とかに、マッピングしたいなという場合は、JSON ロード、これ S がないですね。With Open でさっきのこのファイルを開いてあげて、ファイルストリームで JSON ロードとすると、これが新しいデータになって、これ自身は再び辞書です。で、さっきフォンを切ったやつがまた読み込まれて使うことができます。で、同じように、カスタマーズがキーなので、この新しく作ったデータ、ニューデータのカスタマーズをループしながら、アドレス、これも邪魔なんで切っちゃいましょうということをして、またファイルに保管したいというときは、JSON ダンプっていうのを使います。ダンプスじゃなくてダンプ。で、新しいデータで、このファイルストリームで、またインデントをつけると、ちゃんときれいに保存されます。まあ、こんな感じで、データのやり取りをするわけです。で、実際にやり取りするのは、リクエストモジュールっていうのを使うんだけど、まあ、それまた後で説明しようと思います。